今回はルフィ太郎でリーグに挑んでいきます。なにそんなに貯めてんの。一緒に戦わないの。はい、そこで無駄かい。ヒードーンめっちゃダメージ入るやん。いいダメージ入るやん。せーの、へそっともココナツです。今回はルフィ太郎でリーグに挑んでいきます。最近100レベルになりまして、めちゃくちゃ強いんですよ。工場だけど普通にね、環境を渡り合えるキャラだと思いませんか。まずね、ルフィ太郎のこのデフォルトのね、特性、感電無効と、石化無効、これがマジで強いし、ルフィ太郎特有のね、特性でディフェンダーに対するダメージがマジですごいんですよ。かつね、やっぱこのスキル突っ張りも強ければエレファントガンもどっちも本当にスキル強くて、工場キャラとは思えないぐらいには強いと思います。なので今回工場キャラでも環境にね、渡り合える姿をお見せできたらなと思います。僕は今後もバウンティーラッシュの楽しさを実況していきます。また初心者無課金の方に向けた動画も投稿していますので、ぜひ他の動画もチェックしていただけたらなと思います。ちゅうことで、どすこいどすこい。はい、それではね、ルフィ太郎やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回メダルは、こちらで、はい、CP9 セットでやってまいりました。やっぱね、このスキル2のね、無敵がマジで強いんで、ルフィ太郎は。今回これをね、上手に使ってやっていきたいと思います。ということで、ここマムさん、僕、感電効かない。そう、ルフィ太郎、ルフィはまず感電効かないで、石化にならないっていうのがマジで強いんで、しっかりとここのマムさんを対応、はい、回避したんで、ここで、ドーンと無敵、はい、強い。マジで強い、ルフィ太郎。ということで、ここで環境突破をしっかりと倒していきつつも、はい、お兄ちゃんをしっかりとかのごとく叩いていく。こっからで待って、レイリーさんも来ちゃった。3人ともこっち来ちゃったのはちょっと想定外であり、ちょっとここ一回上げて、まず、しっかりと飛ばしていくナイス。で、ここ旗取れる。これ待って、スネークマンさんにあげた方がいいですね。体力回復するんで、スネークマンにあげて、あっちの旗行きたいと思います。ありがとうって言われた。どういたしまして、笑顔ということで、仲良し恋をして、で、レイリーさんとちょっと距離を置きつつも、回避されるの怖いんで、はい、まず無敵で、当たらない、当たらない、当たらない。で、待って、どうしたらいいかな。距離詰めつつも、で、スネークマンさんやってもらえるとこ、回避を見たところで、はい、しっかりとドンと、はい、師匠を第2号のごとく、はたいていくということで、ここちょっとスネークマンさんにお願いしよう、やられちゃったわ。お願いしようと思ったんだけど、やられちゃったということに任せてほしい。はい、1、あ、ちょ、待って、あ、お互いの攻撃があさっての方向に行っていく。あ、やられた。危ねえ、肉食っといてよかった。待って、ここ何攻撃してんの。こっちダウンしとんねや。こっちダウンしてんのになんで攻撃してくるのということで、バリバリの名古屋人が、謎に関西弁を使っていったところで、ちょっとこっからどうしたらいいかな。で、あそこのミホークさんいけそうじゃない。相手ミホークさんやっぱディフェンダーに対するね、ダメージ、何そんなに溜めてんのっていうことで、待って、どっちのダメージだろう。どっちのレイリーさんのダメージだったかなっていうことで、一発はたいといて。オッケーオッケー。ほんで、このようにね、ルフィ太郎はマジで通常攻撃強いし、で、スキルどっちも強いし、で、特性もね、ディフェンダーキラーということで、本当に強いんですよ。で、裏取り対応ってちょっとどなたも言ってくれなかったですけど、とりあえずここの旗だけ取らせてもらっといて、で、こっから、お兄ちゃん。はい、ということで、今回は裏ね、藤井徹さんでやってまいりました。で、こっからちょっと真ん中、とりあえずここの旗だけはね、死守したいですね、一応。で、あそこマジに合わないでしょ。ソゲキング本当に嫌いなんだよな。ソゲキングがマジで嫌い。もうちょっと待って、一回これ当たり。当たるわけなく。痛い、もうやだ。痛い、もう、ソゲキングさん本当に嫌い、もう。いやー、これどうしようかな。1、2で、待って、距離詰めつつも、さすがにここの旗だけは取られないように、ちょっと精進してまいります。1、2、1、2で、はい、1、2で回避したんで、最後までずしんと。はい、でも、ゲツがテンション飛ばさないでよ、痛いよ。ということで、ちょっとラストの8秒、7秒抜いたら来たんだけど、これきついから、やばい、で、急いで、うわー、最後にこれだけエレファントガーン対戦、ありがとうございました。はい、それではね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。頑張っていきましょう。ということで、味方さん、1番さんがすごいどんまいを押してらっしゃいますね。ということで、頑張っていきましょう。ということで、一旦ここ取らせて、で、あっちナイトメアさんだね。ナイトメアさんだったらいける気がするんですけど、お疲れ様してるよ。一緒に戦わないの一緒に戦わないのっていや、もう、あれは置いといて、しっかりと、ここのね、試合には勝ってきた。危ない。それはさすがに当たりませんよと。はい。で、ちょっとね、1番さん乗せて、頑張って3人で勝とう。絶対に勝とうな。見せてやろうぜ。俺たちの力、2、3、4の力を見せてやろうぜ。ということで、1、はい、1、2、シャンで、オッケー。通常攻撃がマジでルフィ太郎強いんで、なんで、まずここに避けて、で、回避誘ってからのエレファントガーン。オッケー。このように、ルフィ太郎はマジでディフェンダーさんに対する火力がえげちなんで、このようにね、ちょいのちょいで倒すことができました。ここちょっと旗だけ取れるかな。ドンマイをしている。頑張って。畜生。絶対に負けたくないな、この試合。絶対に負けたくない。絶対に勝ったな。オッケー、しっかりとここ隠れての、オッケー、じゃバックナンバー、高嶺の花子さん大作戦。まあ、しっかりと外してて、まあ、会いたいんだ、今すぐその角から飛び出してくれないんか、ちゅうことで、まあ、飛び出したとて全然当たらない。で、しっかりとここ避けて、やばい、ベキさん。やばい。ゴードリされてしまった。ゴードリされてしまった。ドンマイされてる。絶対、それてた。チェックショー。悔しい。すごい悔しいよ。悔しい。まあ、ドンマイをされてるんで、まあ、ここはちょっと冷静にありがとうと。はい。はい、じゃあね、ちょっとさっきの試合、めちゃくちゃ、まあ、味方さんがね、まあ、ちょっとやむなしに試合を放棄しちゃったということで、今回はね、まあ、どうにかこうにか、おそらく、まあ、このチームは一生懸命戦ってくれるであろうということで、まあ、それだけでね、幸せです。よろしくお願いいたします。ということで、頑張っていきましょう。まあ、レイリーさん、そこきついな。黒ひげさんは植えちゃった。まあ、じゃあ、しっかり戦うが、まあ、で、レイリーさんもね、まあ、最悪頑張れば、まあ、やれるんで、とりあえずこの距離だけ置いといて、はい、まあ、近寄る、で、回避誘う、はい、オッケー、しっかりとやれば、パンとか当たっていくか、オッケー、ナイスナイス。まあ、しっかりとレイリーさんの回避をいかにね、誘って当てるかを避けて、で、回避誘う、まあ、こういう感じでね、いかに相手の回避を誘うのかっていうのがね、とても大事になってくると思います。まあ、こっから、無駄返しちゃった、やばい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 。オッケー、危ない。よかったよかった。本当に、これ、ルフ太郎くんの通常攻撃、めっちゃ強くないですか？結構僕好きなんですよね。1、2、3まで打ってからの次の1のね、攻撃もめちゃくちゃ速いんで、やばい、危ない危ない。ほぼ取られてると言っても過言ではないぐらいのこのゲージまあ本当にねルヒタロの通常結構強いと思うんですよ。なんでまあここはい OK 回避をなんでしっかりとボーンと突っ張りしていく。でスキルも出が速いし、ね、スキルに無敵強いしっていう感じでドーンって言って、ああ今の決まってほしかったな強いしって言ったから決まってほしかった。でかつさりげなく5取りしている。あー待って待って、このマムさん生かしたくない生かしたくない、待って待って待って、ビリビリ効きません、僕はビリビリ効きません、ゴムだからねありがとうございました。ごめんめちゃくちゃ今のうざかったわ、ごめんなさい、ありがとうございました。はい、それではね最後の試合やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。でまあこっちとおーシャンクさん乗られちゃったオッケーオッケー、ごめんそれでもええでそんなもう気にしないでください、そんなのはねもうはいということで一緒に頑張ってやっていきましょう。まあとりあえずここが旗をみんなどっか行っちゃったみんなどっか行っちゃった一生懸命旗取らせていただきましてありがとうございました。でまあここをちょっと旗取って下これ見えない誰だろう、これ黒ひげさんだったよね、ちょっと見てなかったわ。多分まあ黒ひげさんだと思います。でまあ黒ひげさんねこっちの下に降りたらちょっと相手の初期型とか狙いに行きたいんですけども、まあ、なかなか降りない。ここはもう心理戦ですね行くよそっち行くよと見せかけて、まあいろいろうろちょろするこっちのマップで相手を心理戦を生かしていくみんなうろちょろしてるみんなうろちょろしてる、いやもうこれ行くか行くかオッケーオッケー、まあ、黒ひげさんなら最悪勝てるんで行きたいと思います。はい、ここ一発、はい、回避してオッケーオッケー、でここから終わった瞬間にエレファントガン当たれ、なんでその場で待って待って待って今なんでその場でエレファントガンやったのどういうこと、今のはちょっとさすがにきついな。まあただこれもどっちもスキルがない時点で、まあ、こっちにね、まあまあ、有利かなと思います。はい、スキルがない黒ひげさんなんて怖くないよと、もうこういう一発で当てればね相当なダメージ入ると思いますんで、はい、そこで無駄回避ドーンオッケー、まあこういう感じで黒ひげさんには結構相性がいいですよということで、まあ、無事ねここの旗取れそうです、ありがとうございますで旗取ってってね、本当にねマジでルフィ太郎のこのスキルね2つのも強いですよね。突っ張りもでも突っ張りマジクールタイム、あこれ降りてきた瞬間に突っ張りオッケー、めっちゃダメージ入るやん、いいダメージ入るやんということでやばいやばい、2人ちょっとさすがに来た、しっかりとやばいやばい、じゃあそこやってない痛い痛いやだ、待って待ってしっかりと避けて、やばい無駄返しちゃった、終わったドンマイ押されてるチェックショー悔しい多いなマジで、なんだこのスタンプ悔しいなまあでもそんな気にせずにね、また僕は楽しんでやってきた。おお、フチドラさんパンツ見えちゃうよ。まあね、頑張ってやっていきたいと思います。まあこっからちょっと真ん中守る動きでね、やっていこうかな。で、オッケー、しっかりと、ちょっと、待って待って、グラビトを拒否されていく。んで、7番さ、これやりそうじゃねえ。いけいけ、いけ、黒いさんいけいけ、オッケー。にっこりナイスよくやった、よしよし、間違えて降りちゃったよしよし、ナイス1番さん最高藤空さんパーツ見えちゃうよということで、まあ、ちょっと真ん中急いで戻って守っていきたいと思います。はい、1回避誘う OK で、ここ避けてからの安全に隕石を落としていく、まあ、誰かに当たりますようにっていう願いを込めて隕石を落としていきました。で殴られてで当たった危ない危ない、誰にも当たらずに終わるとこだった。 OK 任せろ、ここグラビト OK よしよし、ここでのさ、スーパーサイヤ人月中、ここでのグラビトって本当に嫌ですよね。残り数秒、10秒とかで負けてる時にグラビトで全然復帰できない。あ、でここ黒池さん飛ばされたあたりぐらいでもう一回自チームに戻れって感じでやればね、しっかりとお宝守ることができますので、しっかりと勝つことができました。本当にルフ太郎マジで強かったです。対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回こんな感じでルフ太郎を使っていきました。めちゃくちゃ使いやすい。やっぱり強いですよね。個人的には結構初心者の方でも手軽に使えるキャラだと思います。工場キャラで当たりやすいし、かけらも交換できるので、もし使うキャラいないなと思ったらぜひ使ってみてください。サポートもね、強いんで育てて損はないかなと思います。ということで本日の動画は以上になります。僕は今後もバウンティーラッシュの楽しさを実況していきます。また要望等あれば初心者無課金の方に向けた動画も投稿していきたいと考えています。なのでチャンネル登録、高評価などめちゃくちゃモチベーションつながりますので、ぜひお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。